改めましておはようございますそれでは今月の記者発表をさせていただきますまず1月1日に発生しました野党半島の地震におきまして亡くなられた方には心からお悔やみを申し上げますとともに被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げますそれでは本日の発表事項でございますが何点かございまして資料を見ながら説明をさせていただきたいと思います まず1つ目堺市シティプロモーション推進本部の設置でございますこれまであのシティプロモーションを各それぞれのセクションで行ったものをまある意味統一的に一体的に進めるというふうな目的でございますま関係部局が一体となってこれからのシティプロモーション後ほど説明しますがま新しいキャラクターの活用でありますとかあるいは観光地の情報発信の仕方 コンテンツの使い方ブランディング等をですね全庁的に一体的に進めるというふうな目的でございまして1月24日に第1回の推進本部を開催したいというふうに考えてございます。新幹線開業2か月を切りましてさらにいいスピード感を持って PR に努めていきたいというふうに思っておりまます続きまして2点目でございます。 LINE でできる便利機能のスタートでございますが昨年の1月に堺市公式アカウントを LINE で開発して1年が経過しております非常にある好評でございまして登録者数も5000人を超えておるところでございます こちらの機能を利用者の方により便利にするというふうなことから新しい機能としまして緑の部分と赤い部分2つありますが上のところにいますと運用機能の構築市民の側から道路の損傷等に関する通報ができるというふうな機能の追加。 それから防災メールの連携機能の構築ということで防災メールと連携しまして LINE でも防災情報が届くというふうなところですね。それから防災ではないんですけれども施設の検索が簡単にできるというふうなところも追加をさせていただいております。それからもう一つオレンジの部分についてはサービスの追加ということで。 図書館の本の貸し出し予約システムへうまく誘導するあるいはオンライン申請手続きの一覧との連携をするといううなところそれから各種アプリとの連携を進めるとリッチメニューを新たに追加するというふうなところを2月1日からさせていただきたいと思っております、えー、細かなところについてはこの、えーえー、図の通りでございまして こちらの方にはチャットポットで簡単に操作を誘導するようにできるというふうなところの追加。先ほどお伝えました防災メールとの連携、あるいは災害時の緊急情報のメニューの発信配信、施設の機能というような形がこういった形で追加されるわけでございます。もう一つのところ、先ほど申しましたリッチメニューの追加でありますとか、私立図書館の本の貸し出し、 オンラインの申請手続きアプリとの連携 SNS との連携こういったところも追加をしております一番の売りはこちらになろうかなと思っておりますスマホで完結各種証明書のオンライン手続きということで えー、マイナンバーカードを使って、えー、住民票の写しの交付を含めて14種類の証明が申請可能、えー、そして、えーまあ、郵送まで一括して、えー、サービスが整うような形でございます、えー、支払いもキャッシュレスで支払いが可能という、えー、市役所に行かなくてもオンラインで24時間いつでも請求することができるというふうな形でございます、えーまあ、一連の手続き、まあ、簡単に図示してありますけれども LINE から入りましてマイナポータルに引き継いでそこから申請をしていただくというふうな支払いまで連結されるというふうなところでございますのでまずは使っていただいて慣れていただくというふうなことをしていただければ非常に簡単にサービスが使えるというふうなことになるのかなと思っております。こちらですね公式にオンンンライン手続きボタンを 配置しまして手続き一覧へしばらく移動するようにさせていただきたいというふうに思っております、えー、続いて開門キャンペーンを今年度も実行したいというふうに思っております p a、えー、ペイ a y を活用したああところの10%のポイント付与そして開門カードの最大10%の付与合わせて20%の還元キャンペーンを 2月から1ヶ月間実施したいと思ってございます。これまで何回か取り組みを進めておりましたけれども、非常にあの市民の皆様の反応も良く、なおかつあの効果もかなり上回って出てきているというふうなところがございます。ちょうど新入学、新学期に向けた時期でもありますし、あるいは引っ越しといった新しい生活のためには何かと。 執筆が重なる時期でございますのでぜひこのキャンペーンをご活用いただきたいなというふうに思っているところでございますえ続きまして堺市公式キャラクターの発表と名称募集、えー、まあ先行して発表もしておりますので、えー、改めてという形になりますが今現在公式キャラクターがこれまで堺市はなくてですね まあ、新しく公式キャラクターを作らせていただきました市役所で作ったというよりもどちらかというと若い方の,方の,の、えーまあ、ワーキングであったりあるいはオンライン会議、えー、総勢100名ぐらいの方がですね堺市民の方と全国のキャラクターファン、えー、100名ぐらいの方でオンライン会議で10月からあキャラクター作りに取り組んでいただいたわけでございます。 えー、まあ、えー、ポメラニア犬でございますけれども、えー、どうして、まあ、犬にしたかということについては。まあ、堺市のらしさを探している、まあ、探偵犬というふうなところが、あ、モチーフになって、おります。えー、性別は、あ、ないというふうなことから、まあ、年齢はずっと5歳。えー、性別は上がりで、えー、チャットでは福井弁を駆使すると。 いうふうな愛らしいキャラクターで、あのー、SNS 上でもう20万を超える方が閲覧をしていただいてもうすでに1,000件を超える名前も応募も頂い,いているというふうに聞いております。キャラクターデザインにこのデザインそのものについては今治のバリーさんを作られた「ゆるキャラ2012」のグランプリの生みの親である宮田麻子さんにデザインを依頼して 制作をさせていただきました今後のスケジュールでございますが二月四日までキャラクター名を募集いたしまして最初のお披露目といたしましては三月二十三日のマルオカ城桜祭りボンボリの点灯式で名前の発表をさせていただきたいと思っておりますまた三月三十一日ちょうど桜マラソンの日でもありますけれどもマルオカ城の桜祭りにおいて えー、高橋愛ちゃんと一緒に初仕事といいますかそうしたことも今計画しているところでございます新しいキャラクター非常に好評でございますのでぜひ皆様方も PR にご協力いただきたいと思っております、えー、同じくブランドの次の事業といたしまして「酒蜂会」 公式ファンクラブについてこれまで募集を進めてまいりました6月時点から募集をしておりまして大体800名を超える方々が今ご登録をいただいておりますそのうち半数以上が関東の方ということでまあかなりファンクラブとしては広がってきたのかなと思っておりますそうしたことも受けいろんなアピールも含め新幹線もありますので 2月の11日、東京の福井南青山291でサカハッシュナイトというふうな名称で、えー、交流会をしたいというふうに考えております。えー、福井の地酒を飲め,飲めたり、あるいはクイズ大会をすると、それぞれの参加者からいろんなことも交流も深めていくというふうなことでございます。 そのこれは時半18時半からなんですけれどもその前段として同時開催14時から2時からは「坂橋何でも相談」ということでいろんな移住でありますとかふるさと納税あるいは企業関係こういったところの相談もさせていただきたいと思っております。加えてまた4時半からは「坂橋ミーティング」ということで。 いろんな事柄をです、ね、まず体験型のワークショップをしていただくというふうなことも合わせて企画をしております。募集期間が今月末31日までとなっておりますので東京の方にはふるってご参加いただきたいというふうに思っております。続きままましてまたイベントになりますが デジタル帰宅部のグローバルプレゼンテーションを2月15日に行う予定を行うこととしておりますデジタル帰宅部についてはアクセンチュアさんのプレゼンによりまして昨年10月に立ち上げましたまあ県内の高校生20名程度が毎週まあアプリの中でいろんな企画といいますかまちづくりについて いろんな提案をしているような今ところでございます。まず中間報告的な意味合いとしましてその発表をアクセンチュアさんのグローバル的な社員がいらっしゃいまして海外社員ですね各地にいらっしゃいますので数カ国フィリピンほか数カ国7名程度の方と交流をしたいというふうに考えております。 えー、高校生も非常に楽しみにしておりまして、どういうやりとりになるのか、まあご、ご期待ということでございます。えー、部員全体ですとしては、二十七名の方がいらっしゃいまして、まあ、毎週参加される方もいれば、あいろんな関係で、まあ、その都度参加される方もいらっしゃいます。えー、今後のスケジュールでは、二月の十日,日、十一日、合宿をして。 プレゼンに向けて準備調整を進めた上で15日の本番を迎えるというふうに考えておりますそして最終的には4月の2日9時からになりますが全体的な発表会報告会に結びつけていくわけでございます。高校生の視点でどういうアイディアが出てくるかあるいはどういうプレゼンになるか私自身も非常に楽しみにしているところでございます。 続きまして、琉球博物館関係でございますが、モロッタ・レメ先生の作の越前竹人形を琉球博物館で展示をするというふうな取り組みでございます。1月20日、明日からでございますが、展示をさせていただきたいと思うんですが。 実はこの3作品モルタさんのご親戚の方から堺市に昨年寄贈をいただいたわけでございます。どれも私は直接拝見をさせていただきましたが自然たけ人形の素晴らしさを感じさせる代表的な作品でございましてこちらの方を市民の皆様はじめ多くの方に除雪して 的に展示をさせていただきたいと思っております森田先生はこれまで40年間竹人形を作ってこられまして国際芸術文化賞をはじめ多くの受賞もされているところでございますこの作品については国際美術の本アートメゾンインターナショナルにも掲載されている代表的な作品でございまして ぜひそして最後になりますが、まあ、来年度の授業になりますけれども4月6日の土曜日全国で初めてお城の下でプロレスを行うと武将対決というふうなことで考えております。 藩が誕生して今年は400年の記念の年でございますのでその記念事業の一環としてあるいは最初の事業として進めるものでございます。橋本千尋選手堺市出身のプロレスラーでございましてその方含めて仙台ガールズプロレスリングの方6名ぐらいの方にご参加いただいて。 実際こちらの方でプロレスをご披露いただくというふうに考えております。まあ、プロレスだけじゃなくて橋本さんご自身のトークショーもさせていただくあるいはいろんなことのエピソードではありますかとか成功失敗談もさせていただく、まあ、丸岡城はこれまでいろんな危機を迎えているわけでございます。福井震災にによってて完全に倒壊してそこから組み上げたと いうふうなところがですね、非常にあの全国的にも、えー、まあ価値があるのではないかというふうな声をいただいております。その辺をもう少し売りにしていくと、であのまあプロレスというところもまあその立ち向かう姿といいますか、何度も何度も復活して立ち上がる姿、あこちらは少し重なるところもあるかなということで、まあ共同の出身のプロレスの橋本さんでございますので、合わせてこういう形で全国に。 発信していきたいというふうに思っております私からの姿勢報告は以上でございますよろしくお願い申し上げます